はい、皆さんこんにちは。こんにちは、三橋大輔でございます。そして、中原武さんにお越しいただいております。こんにちは。このコンビといえばですね、NBA の中継の、解説、そしてアナウンサーというこの我々2人なんですけれども、はい、中原さんね、今このご時世、新型コロナウイルスの影響で、もちろん NBA だけじゃないんですけれども、はい、ありとあらゆるスポーツが今休止中というところで、はい、でも我々はね、何かこうね、できないかということで、今回の企画、そうですね、ちょっとこれはもう三橋さんの提案してくださって、ちょっとね、NBA を見たいっていうのも僕正直あるし、それが、このね、続けて今直接反映されてますし、それはもうすごく面白いんじゃないかということで、本物ね、僕ら仕事させていただいてるそのままをゲームを見て喋ってみようじゃないかという、こういう提案どうですかねって、面白そうですねって、ちょっとある、方たちもちょっと聞いた、それは面白いよということで、今日、ちょっとこういうふうに叶ったんですけれども、ですね、楽しみですね、はい、実際のこの NBA2K という、有名な NBA の本当に実名で選手たちが出てくる非常にリアルな NBA のバスケットボールのゲームソフトです、はい、でそのゲームソフトをコンピューター同士対戦させて、それを我々が実況解説するということですね、なんとね、誰か やられたんですかね、こういう感じでは、いやー、やったことないんじゃないですかね。ねえ、なので面白いのかなっていうね、三橋さんの、アイデアで、ちょっとこれかなったんですけれどもね。はい、で、中原さん自体は、もうこのゲーム自体は、あんまりちゃんと見るのも、やるのも初めてですもんね。もうこうやって、なんですか、直接こう見るのがもう初めてで、いろいろその画面上では見たことはあるんですけれども、ないので、ちょっと今もうこれ、セットしてる間、びっくりしてますよ。いやですよね、はい、そのあたりどのぐらいリアルなのかで、我々もどのぐらい本物に近い形で、中原さんの解説が、このゲームの中でも解説がちゃんと成立するのかという、そうですね、どんなプレーが出るのかっていうのも含めて、コンピューター同士対戦してみたいと思います、それではちょっとゲーム画面に行ってみたいと思います、さあこちら、ゲーム画面、我々が映ってますけれども、もういきなりですが、これ対戦のね、今カードを選べるんですけど、せっかくなんで、我らが八村君がいる、そうですね、ウィザーズのホームにしました、はい、でこれ相手今から決めれるんですけど、どうしましょうかね、これね、これでいかないですか、いいですよ、バックスにしますかね、どうですかね、これ皆さん、どこが見たいかですよね、ありますけどね、でもアデトクンボのいるバックス、いい人でね、しますかね、はいはい、で今こういったメンバー、これスターターですけども、本物ですから、はい、こういったメンバーウォールが入ってるんですね、そうですね、これ今リアルモードと、あと、いわゆるこの好きな選手で選べるモードがあるので、なるほど、せっかくなんでウォールがいる状況のね、ウォール、ビール、ボンガ、八村、ブライアント、これはもしかすると、ウォールが戻ってきてたらもうちょっとチームがこうなってたんじゃないかとかって言われてましたからね、そうですね、はい、でバックスの方がブレッドソー、マーシューズ、ミドルトン、アデトクンボ、ロペスと、これは本当にね、今のメンバーですね、そうですよね、非常に近いですよね、じゃあちょっと行きましょうかね、行きましょう、この、ホームがウィザーズそしてアウェーがバックスというこの両チームの対戦です。さあ今読み込みですけれども、この NBA2K、本当にリアルですごいですね、この間のね、これ僕もそんなに昔からやってたわけじゃないんですけど、今年のやつをこれ買ってみて、これね、びっくりしました、再現性というか、すごいですよこれは、ただただびっくりしますね、そうなんですよ、さあもうここからもう今会場が映し出されております、これがビールですね、ブラッドリービールが今映ってますよ、なんかあれですね、ちょっと言葉がおかしいかも分かるんですけど、気持ち悪いですね、その似すぎてリアルすぎる、はい、キャピタルワンアリーナ出てまいりました、バックスとウィザーズのゲームです、これ今暗いのはこう照明がね、わ盛り上げて、あ、アデト君も気持ち悪そっくりです、さあほらこのだって見てください、なるほどね、ブルック・ロペスのここ5年間の成績も出ておりますね、こういう平均スタッツなんか、これはもう本物です、本物なんですよね、で今残念ながらね中断中ですけれども、きっちりねその反映、日々のモードを選ぶと、なるほど、成績もちゃんと反映されているということです、すごいですねこれね、
おお、デビッド・オルディッジ。このリポーターの方も本物です。はい、でこれ実際はまあ、英語のみなんですけれども、ちゃんとこのねソフトの中には英語も、まあ、他の言語もありましたね、確かね。まあ、実況解説もこの数字ももうまともなんですよね。はい、そうですそうです。今シーズンのアデトクンボの成績、さあアデトクンボ、まあこういったねパフォーマンスも本当に充実、もう本当ですよね。はい、今ウォールが映っておりました。ウォール見るのちょっと新鮮ですよ ね、 いいですね。背番号2番のジョン・ウォールもいます、うん、ワシントン・ウィザーズです。いやだからウォールとビールと八村が揃う、そうですよね、揃ってるっていうのがね、うん、これはちょっと見ら、はい、ブーネホゾそっくりでしたね今ね。うわ、はい、さあそしてトーマス・ブライアントが今ロペスと、まあ、これはバックスボールになりました。どうですかこの映像この動き、マシューズ、ミドルトンからブレッドソー、これはなんかあれですね、はい、そのウォールが見れるっていうのもそうですけど、このツーガードコンビの、はい、ビールとのツーガードコンビの中の八村選手っていうのはこれ実はまだ見れてないですから ね、 ね。さあそのウォールがボールを持ちました。スペースができる。こう動きとかこの戦略的にはどうなんですかね。やっぱりこうウィザーズが取りそうな、なんかね、いやこれももちろんそうですよ、はい、ポストアップして決めてきました。先制はウィザーズです。トーマス・ブライアントですね、はい、さあコメンテーターもこれコメンテーターもグレッグ・アンソニー、はい、本物じゃないですか。本物の、ね、そういったのも出ております。さあジョン・ウォールが守り、そして八村対アデド・クンボ、アデド君も押し出しました。アウトバーズですね。よく守りました、八村です、ね、はい。まず先制しています。今納得いかないという表情も出ておりました。よく掴んでますね。そうですね。はい、いや本当にこう遠目で見たらね、これあれ NBA やってるのっていうでね感じさえしますよねこれ。ジョン・ウォール決めてきました。4対0とまずリードを奪いましたワシントン・ウィザーズです。非常にテンポよく始まりますね。ウォール・ブレッドソーって新鮮ですよ ね、はい、いいですね。これ確か大学の時ケンタッキーで一緒ですからね、はい、さあそのウォールがディフェンスアレド・クンボが高い位置からもらいに行きますが、長くボールを持ってフローター、さすがですねこれは、はい、きっちり決めてまいりました。さあ八村もこのウォールビールとねどういう風なコミュニケーションを取ってくれるのか、ね、どういう感じになるかっていうのもね、はい、楽しみですよね。そうですよね。ここは決めてきましたビール、うん、こういうね仕草ももう仕草リプレイも出ますから、ね、今シーズンのそのね対ミルウォーキーの今成績も出ていました。マシューズよく守るがタフショットにさせました。ブライアントリバウンド、リバウンドよく取ってますね。さあそしてボールが一気にいく一気にいく一気にいく、ファールをもらいました、ね、うん、この辺りもリアルですね。本当に、ね、近づけば近づくほど、はい、顔はね、まあ、ブレストもそのままですね、うん、これ ね、 ですね。さあジョン・ウォールの今のプレーです。いやこういうトランジションしますよ ね、 ね、まあウォールらしいですよね、はい、さあ4点リードしています。開始から間もなく3分という第1クォーターです。非常にテンポも早いですけれどもね。早いですね、はい、これはもうなんだろうちょっとまだ中原さんの方が興奮しております。いやいやなんかね、うん、いやおそらくこれコーチ陣もいやそっくりですよ、ね、ダービーハムだと思うんですけど、はい、今のはあの左側ね、はい、いやすごい。さあこのフリースローの間もねきっちり再現されておりますが、うん、このルーティーンももうまさしくウォールですよ、はい、これさあここは2本とも確実に決めてきました。8対2さあアウェーのバックス、アデド・クンボ、マシューズ、激しいディフェンス、ミドルトン、スリー決めてきました。いやこういうスリー打ちますからね、打ちますからね、ミドルトンね、はい、まあ、全部が全部じゃないんでしょうけど、はい、やっぱりやってるような、うん、いわゆるバックスのナンバープレーとかもそのままですね。そうですよ ね、 ね、うん、ビールから中に入れて、さあ八村どうだ、攻め込めるか、アレド君もいいディフェンス、なかなか中に入れない。ウィザーズショットクロックが残り4秒で決めました、スリーポイント。
後ろのちゃんとねマスコットキャラクターも応援してます。いってますね、はい。さあ6点のリードですが、アルドクンボ、ちょっとここまではまだ静かなアルドクンボです。ミドルトン、ここはスリーは打たせない。ブレッドソーからロペス、さあ中スペースがある、マシューズ振り向きざま、ボードを使いました。なかなかですね、はい、なかなかですよ。ちょっと中原さんの方があっけに取られてる感じがいやいやいや、もうこれほどね、はい、いや僕もこれちょっとはまらないようにしないといけないですね。そうですね、ウォールのためにスペースを作りましたが、ここはうまく守ったバックス。今度はビール、ビールがトーマス・ブライアントとのコンビで、時間がない中で、もういくらでも入りますね、これ。ショットクロックギリギリで決めてまいりました、ブラッドリー・ビールです。まあ本来ウォールが帰ってきたらこういうようにね、はい、あの点数を取りに行くことに集中できますからね、はい、ビールはね。さあバックスは7点差つけられています。第1クォーター4分経過、飛ばす、アデドクンボ、よく合わせました。よくあるパターンですね、これもね。今シーズンというね、こういった成績もきっちり反映されています、はい、このタイミングさえすらもパーフェクトに合ってますよね、はい、これ ね、 そうですね。いやまあこれも攻めもおそらくこれ、はい、全くあれですね、やってることと一緒ですね。あーその、はい、あープレーがです、ね、プレーがもう、はいはい、八村攻め込めない、ここは2ですが落ちます。アルドクンボ速攻に行く、ミドルトン、ミドルトン、うん、落ちる、ボンガ、ボンガ、ウォール一旦落ち着けるか、いやウォールが行く、ウォールが行く、ここはウォールらしい攻めですが、ここはブロックに合いましたか。行きますね、はい、まあ、そのあたりもリアルですね。いやリアルですね、うん、ここは守りきれるか、なんとか粘りました。ボンガ空いている、ビル速攻決まりました、ホームのワシントンウィザーズ。さあ5分経過で16対9、まず先手を取っています、ホームコートのウィザーズ。攻め合うんでますよ ね、 すね、いいディフェンスが続きますウィザーズ。さあ中ミドルトンにうまく通すが、ここはファールがありました、ね、ボンガのファール、うん、ちょっとボンガは納得いかない表情もちゃんとやります。いやミドルトンもそっくり、そっくりですよこれね、うん、ファールですよね、はい、これはね、でこれね本場アメリカでは本人たちがやってるそうですからね、ねえ、うん、もうこの表情から何からもう仕草ももちろんそうなんですけど気持ち悪いですね、なんかねカメラアングルもそっくりですね、そっくりですよね、なんかその似すぎるっていうのもどうなのかと思いますけどね、これはやはりやめられないでしょうね、うん、NBA ファンはね、そうですよね、まあですから、まあね、なかなか NBA の中継がない中で、うん、そうですね、ぜひこれが、はい、あれ一瞬やってるのかとって思うぐらいのね、うん、感じですよね、これは。さあミドルトン決めました。さあじわじわとバックスが点を積み重ねてまいりました。さあまもなく半分が経とうというところで、んジョン・ウォールがアデドクンボ、いいディフェンス、ここは外に出ました。最後アデドクンボですかね、はい、触ったのね、はい、はジョン・ウォールに激しく行きました。ジョン・ウォールがいる状態のウィザーズの戦いをご覧いただいています。ブライアント、ブライアント、ここはいけない、ロペスいいディフェンスですがウォールに託す、お守られました。さあ逆襲、一気にいく、一気にいく、アデドクンボ、ミドルトンを選択、うん、ここはいい流れでしたが、まあ本当にこれもよくあるパターンですよね、ありますよね、はい、あります、あります、あのキックアウトね、お、さあそしてビール、速攻持ち味のこのワシントンウィザーズ、早いですから ね、 いいね、あのもう元来早いですからね、はい、攻めがね、ああ抜けました、アデドクンボです。いやですが来季はまたこういうプレーが出るわけですね、まあ、どんどん出ますよね、このウォールが入るっていうことはね、はい、うん、そういうテンポがもっと速くなるということですから ね、 そうですね。さあウォール中に入って、ちょっと長い距離、
落ちる。アルド君もリバウンド5点差です。ウォールの確率がそんなに良くないですよ ね、はい、ねやっぱりね反映されてますよね、うん、あの今シーズン出てないですからね。その休み明けでみたいな感じですか ね、 すよね、はい、さあロペス目の前トーマス・ブライアント、ロペスがちょっと見合って結局3ショットクロック残り3秒の状態でした。さあ一気に抜け出す、あ抜けた、ワンハンドダンク、ジョン・ウォールです。いやぜひ見たいですね、見たいですね、はい、まるっきり変わると思うんですよね、チームが。本当そうですよね、はい、楽しみ。あここはターンオーバーになりました。ビールが中よく見ている いやビールからウォールいいですね、この、うん、この流れがね、はい、あの早く見たいですからね。そうですよね、タイムアウトですね、タイムアウトを取ります。うん、22対13とまずは先手を取っているワシントンウィザーズ。いや、やっぱりねウォールがいるとこうなりますね、なりますね、うん、ちゃんとねバックスのタイムアウトのカウントダウンもありますよ。あここまで忠実にえこの方たちも本物なんですかね、その本物のどうですかね、そこまでやりますかね。まあでもこのようにね、観客席のなんかねリアルですよねこれね、はいちゃんとこれゲータレードのマークですよね。いやそうですね、はい、このあたりもすべてきっちり、これタイムこれは飛ばせるのか、飛ばせましたこれはゲームの都合でタイムアウトをスッと飛ばせます、はい、あ石積み先生、いやこのあたりの交代の仕方もあ、まあね、そのままでジョージヒルですね、はい、ジョージヒルも入っています。ロビン・ロペスも入ってますね、はい。さあ残り4分半です。ディビンチェンゾですね、ディビンチェンゾも出ています。なんかそういう風に変えそうですもんね、でもそうですよね、はい、しかも今ねビハインドですからちょっと流れを変えたいところでアデトクンボは下げています。ディビンチェンゾ、さあジョージヒル、ヒルからディビンチェンゾ、ここがタフショット打たせました、守りました。トロイブラウンジュニア、トロイ・ブラウン・ジュニア速攻の3、うんいいね、はい、まあ、入るときは本当にねポンポン入りますからね。25点取りました、まだ残り4分もあります。パット・カナトン、パット・カナトンもね、はい、ものすごくあのおしゃれですからねさあイシュ・スミスからまだビールは残しています、ビールは残してますね、はい、ああファールをもらいました。ジョージ・ヒルのファールです。ベルターンズも出てますね。ベルターンズですね、はい、おお、ビールがエンドワン、エンドワンですね、決まりました、うん、リアクションもそっくり。さあブラッドリー・ビール今のプレーよく決めましたね、はい、もね一瞬スコット・ブルックスが映りましたこのあのソックスの履き方からね、はい、あの長さとか履き方とか、うん、そういうものまでも本当に、うん、あのそのまま再現してます、はい、ここまで、すごいですねこれ本人たちもどんな気分なんでしょう ね、 ねえ今度ね八村選手聞いてみたいですけど、ねえ八村選手イリアスも、ね、そうイリアスも入っています。ディビンチェンゾ、カナトンとディビンチェンゾ、強力なセカンドユニットを誇るこのバックス、はい、スピードのミスマッチ、最後はロビン・ロペスですね、はい、雰囲気ありますね、ありますね。イシュ・スミス、あ、うん、なんとか拾い直す、うん、さあ30点到達も本当にいい時のねウィザーズ、もうこういう感じですからね、はい、ありますよね、はい、フィールドゴールパーセンテージがもう 75% ってどこでやっても負けないでしょ、そうしたらなかなかバックスの方が手こずっています、相当手こずってますよこれ、はい、残り3分切ります。ここはちょっと距離がある、おお打つしかない、守ります。さあまた速攻に行く、イシュスミス跳ね返す、ジョージヒル、まあイシュスミスが入ればなおさら速くなりますからね、そうですね、
さあバックス相手に32対17、あ失礼、15、17点差。なかなかバックス相手に30点超えるってすごいですよね、一つのクォーターでね。ロペスが、打たせません。ベルタンスリバウンドを取って、ベルタンスのスリーも見たいところですが、コロイ・ブラウンジュニアの速攻失敗。残り2分です。ジョージ・ヒルヒルからディヴィンチェンゾ、ロペスちょっと攻め手を欠いているところで中に入ってくる。うまい、ようやくジョージ・ヒルです、よくやるプレーですねこれは、はい、その辺りも全部データが入ってるんですよね。いやもうね、スミス、スミス早い。ロビン・ロペス残り1分半。さあ大きな差をつけています第1クォーターのウィザーズ。ディヴィンチェンゾ、ディヴィンチェンゾ、守るトロイ・ブラウンですね、はい、トロイ・ブラウンジュニアからイシュ・スミス、イシュ・スミス、いいね、決めてきました。スリーポイント。さあ残り1分です。なんとか詰めておきたいが、大量リード。あー、ここはいい動きを見せます。スムーズな動きですね、はい、これは。さあ1分切りました。スミスからハンドオフでマヒミ、マヒンミ、ビールからマヒンミ、マヒンミがかなり長くボールを持てますね。これはベルタンスのスリーが来ない。前科の宝刀は外れます。さあ残り30秒、ヒルショットクロックもここで10秒を切ります。さあいいディフェンスが続くウィザーズ。うわー、うまく奪いました、はい、ターンオーバーになる。さあ残り10秒、取りたいですねこれは ね。ただイシュスミスがボールを持ってスピードのミスマッチですが、ディフェンス3秒。お納得いかないブーデンホルザもう本当にいつもこういう感じで言ってますからね、はい、そうですよね。ディフェンス3秒のバイオレーション。あ、ベルタンスのアップ、ベルタンスちょっと若いですね。髪型がちょっと、あ、ではイリアスバ、イリアスバもそのままやな。いや忠実です。ディフェンス3秒のバイオレーション、フリースロー。あのシュートホームそのままです ね。フリースロー打った後、コーバーですね。あ、カエルコーバー入ってきます。さあ下で今選手交代ということで、コーバーと、はい、ウィリアムズが入りました、はい。イリアスオーバーとカルドンが下がりましたかね、はい、今ね。まあヒンミとビールが下がって、ゲイリー・ペイトン2世とバグナーが入っています。おお、ここで第1クォーターが終わりました。35対19と、まず第1クォーターは圧倒的な力見せつけました。いや、ジョン・ウォールがいる状態というのはね、いや、なかなか ね、はい、はい。さあ第1クォーターが終わりました。まあそのダイジェストの今ね、静止画という感じですけど、さあ第2クォーターが始まります。さあ第1クォーター振り返って、いやでもあまりにもリアルすぎるし、はい、動き、はい、あ、これインタビューが入ります。うわすごいですねロビン・ロペスが、まあ、ディフェンシブアンカーであることについて、これ英語で答えてるので今度はぜひね、同時通訳の方にも入っていただいて小池さん、大西さんあたりがね、そうですね、来てくれると本当に英語で喋ってると、すごいですねこれ。もうプレーどうこう、まず第1クォーターは中原さん、このゲームにびっくりしてしまったという。いやいやいや、もうねえ、こんな感じだとは思わないですもんね。よく見るとやっぱりそのね、ナンバープレーとか、そうなんですよ、あの戦術が、そうなんですよ、やってますからね、うん、そこがすごいですね。はい、そうですね。まあ、確かで誰か選手がトレードすぐ行って時間がないときは、この NBA 続け見て、あのなんとなくメンバーを覚えたりとか
いや、なんだったらそのプレーを覚えたりするって言ってましたけど、あながちこれね、いや、あの嘘じゃないですね、うん、これもしかしたらこれ分かりづらいナンバープレーなんか、これ見るとはっきり分かるかもしれないです。リプレイできますから ね、止められますから。あ、ちなみに永田さん、気になるプレーがあったら言っていただければ、これ、はいはい、リプレイ解説も可能なんで戻せますんでね。すごい似てますね、バグナーもね。似てますね。あ、こういうことやりますね、やりますね、このルーティンで。なんかもう本当に100にこう近いような再現の仕方をしてますよね、うん、そうですね。さあ、バグナーが決めて37対19。マービン・ウィリアムスもいますよね。あ、いますね。さあ、まだアデドクンボはベンチという第2クォーターの入り、ヒルを中心に攻めていますが、ここは得点ならず。エリー・ペイトン2世、うん、ここは長すぎました。リバウンド、ディヴィンチェンゾ、ディヴィンチェンゾからヒル、うん、ちゃんとスペース取って動いと、はい、動いてるとこは、はい、もう本当に完全に本当にそのままですよこれ、はい、バックスはカイル・コーバー、そして最後やはりまたジョージ・ヒルに持たせる。ジョージ・ヒルアタック、ファール、ファールです。リシュスミスのファールを取られました。残り1秒7でした。うん、守ってはいたんですけど、ね、そうですね。セカンドユニットはこのジョージ・ヒル中心に今攻めていると。タトゥーとかもね、おそらくもそのまま、ね、いや、もう多分そのままですよ、うん、これ。あ、うん、大事なフリースローでしたが、あんまり味方がフリースロー外してあのリアクションしないかなと思います。多分あのレベリーに色アピールしてるところだと思うんですよね、はい、ね、多分ね。日本とも落としてしまいました。落とした後のリアクションもヒルは似てますよ、はい、あ、そうですか。エリー・ペイトン2世、うん、速攻決まりました。さあ、20点差つきました。すごいです ね、立ち上がりからバックサイドにウィザーズ。ジョン・ウォールの効果ももちろんあるのかもしれませんが、うん、中、ロペスが抜けるファールです。ファールですか。バグナーのファール、まあ、早いクォーターでファールがかさむというのもバグナー似てる感じしてます。あ、横には八村がいます。いますね。ファールでしょ、はい、これはもうファールですよ。後ろから行ってしまいました。ロペスがちょっとなんていうんですかね、何がちょっと違うのかな。いや、おそらく髪の毛の色が、あ、そうですよね、はい、ちょっと濃いですよね、はい。メガネ目元なんかそっくりですよ。うん、そうですよね。うん、バグナーのファールでロビン・ロペスのフリースロー。いや、こういうところもね、きっちりこのテレビのカメラワーク。いや、もう本当ですよ。そのままですよ、これ。うわぁ。中原さんの簡単が続いております。まあ、これあのあれですよね、これウィザースは、はい、あのこのまま行きたいとこでしょうけど、うん、そうですよね、あのウィザースはね、そのままでいいと思うんですけど、バックスどうしたんですかね、これ ね、まあ、そろそろちょっと早めにアデドクンボを戻すなりで、うん、何か流れを作りたいところです。大きなランをずっと許しています。まだ前半ではありますが、ここもタフショット。うわ、バグナー守る。ゲリー・ペイトン2世、うん、ここは完全に空いていました。あ、ファールですね。トロイ・ブラウン・ジュニアに対するファール、うん、決めたかったという。またレポーターも、はい、レポーターの方が途中で入れてると、このタイミングもそうですね、しっかりと。いや、本当にね、こういうことができるわけですから、まあ、本当に実際にあの、まあ、早め3月の段階で、うん、あのウィザーズはあのこれを、まあ、まあ普通に流したそうですね。そうですね、なんかそれは僕も、はい、あのニュースで見たんですけどね、うん、はい、
で僕もねそのツイッターに絡んでいって、はい、あのこれは日本語実況解説つけるべきですよね、アピールはしたんですけどね。へえ、ほらもうソックスの長さから似てますよ、うん、さあアレド君もやはり入れてまいりました。だから NBA 選手っていうのはその人それぞれでめちゃくちゃ短いソックスがいい選手もいれば、はいはい、ハイソックスを履く選手もいるし、うん、なんかその何ですかね、あの NBA 選手に限らずなんか自分のルーティーンって多分メジャーの選手、はい、メジャーリーガーだって誰だって持ってると思うんですよね、うん、バスケットなんていうのはもうそのシューズはオリジナルのねシューズですけど、例えばソックスの長さだとか、はい、あのいわゆるスリーブをつけるとか、うん、腕に、そうですね、そういう、ありますね、はい、そういう一つ一つもこうよく再現されてますよね、うん、これはね。バグナー、ここはジョージヒルに対して、今度はゲリーペイトン2世、ベルターンスがもらいに行きますが、GP2 ですね、自分で行く、うん、カイル・コーバー、コーバーのスリーも見てみたい、アレド・クンボ振り向きざま打ちました。しかしマービン、はい、マービンが決めました。さあバックスの方は一つランを作りたい。スミス中に潜り込む。さあカイル・コーバー、アレド・クンボ走っている、中にいるヒル、ヒルが積極的に、しかしアデトクンボ強い。アデトクンボ入れてきて強烈、はい、なんとか追いつきたいフリーバックス。さあ逆にウィザーズはまだスターターはベンチです。おお、ベルタンス、ベルタンス、アルドクンボ、アルドクンボ抜ける、いや強い、僕はバグナーかわされてしまいました。スルスル入っていきましたね、はい、これは今のが10得点目、すべてペイント内での得点です。まあ、実際我々はね手元にまたあの速報のパソコンがあったりはするんですが、はいはい、まあ、かなりこれどんどん出てくれるんで、ね、で本当ですよねこれね、はい、火曜にニューヨークに勝ったとかそういうところまで出てくれますからね。すごいですね。さあここはシュートを守ってまたアデト君後に速攻を許す、ここは嫌な流れ、どうでしょう、ちょっと一気にタイムアウトで、はい、取りそうなタイミングでもありましたが、スコット・ブルックスは取りません。まだ15点差はあります。さすがにこれ落としてもう一発取られたら取るでしょうね、はい、そうですね。トロイ・ブラウン・ジュニア、カイル・コーバーがついている、中に入って、いやここも落ちるが、うん、ベルターンスのシュートもダメです。さあコーバー、これでまたファールです、ね、ですか、勢いが止まりません。イシュスミス悔しがる。アレド・クンボに対するファール、ツーショットです、うん、まだ動きませんが、アレド・クンボの今のプレー、おお、なんかよくイシュスミスがねやりそうなあプレーですよね。はい、うまく引っ掛けたようにも見えましたが手に当たっていたようです。今肩の後ろの、はい、ちょっと引っ掛け傷だと思うんですけど、はい、そこまで再現してるんですか、ね、あ、そうですか。うん、ここはいや本当にフォームもそっくり。さあそして戻ってきます。セカンドユニットが下がってミドルトン、あるいはブレッドソー入ってまいりました。そしてこちらもボンが八村、そしてジョン・ウォール、はい、そうですね、戻しました。これジョン・ウォールがまた戻ってくるよね、はい、そうですね。アデト・クンボ、さあ13点差、まあ、20点差近くありましたからね、まず押し返してまいりました。やっぱタイムアウトですよ ね、はい、タイムアウトですね。ちょっと嫌な流れというところで、うん、スコット・ブルックスヘッドコーチ、このタイムアウトのタイミングもやっぱり本当にその通りになりましたね。いやもう全部、おそらくさっきのタイミングで取らなければ、はい、もうこういうタイミングで取るでしょうね、はい、少しこれ見てみましょうか。あ、まあ、こういったパフォーマンスもあら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 、これウィザーズのね実はあるんですよね、このバケツのようなところから T シャツトス、
その踊って投げてますもんね。そうですね。そしたらダンサーの方も ねもしかしたらかもしれません、ね、うん。さあそれでは行きましょう。あ、すごい。イースタンカンファレンスの今順位表というところで出てぶっちぎってますね。あ、そうですね、うん、さあタイムアウト明け、ウィザーズウォールを入れました。さあウォールが、やはりさすが、さすがです、うん、いや本当早く見たいですね、こういうプレーがね。そうですね、うん、まあまあ、あの前半ちょっとね、この、あの第一コーナー苦しんでたんでね、はい。うわあ、また今度はアデドクンボにアリウープ、パーフェクトなタイミングですね、はい、これも14対4のランということで出ていました。さあボール、ボールからバグナー、ボールにハンドオフ、ここはボールでいく、ボールでいく、うん、ここは守られるブレッドソー。さあミドルトンか、速攻ジャンパーもぎ取ったボンガ、ボンガからバグナー、ここはフェイクには引っかからない、なんとかファール。マッシューズですか、ファールは、はい、どうなんですかね、このゲーム B リーグの選手とかも結構やったりするんですかね。一番、まあ、世界で一番有名なバスケットボールゲームなので、はい、すると思いますけど ねこれだから日本もね、この B リーグの選手がこれで、ね、こういうね、遊ぶっていうのも面白いかなと思いますが、はい、今この時期だからこそできるね、はい、そうですよね。まあですから、まあ、自宅で YouTube をご覧いただく方も増えていると聞いてますが、うん、入らない。バグナーが外します。これだからもうこのゲームが出てもう10年以上経つようなんですけどもね、どんどん進化してるという、いやもうね、進化の仕方がちょっとこう早いし、よりなんかこう現リアルというか、はい、今オンラインですから、まあそのね、先ほど永原さんもおっしゃったようにどんどん怪我人の情報とか、うん、あのトレードとかも本当に忠実に再現していくことができる、まあ、今やってるのはあのベストメンバーというかね、まあ、ウォールが入って、うん、はい、自由なモードと本当にあの現実モードも、ね、両方あるんですけど、アレド君ボエンドバースね、はい、さあアレド君ボこのリアクションもそっくり、いやウォール納得いけません。さあじわじわ、さああっという間に11点差、これ入れば10点差と、まだ残り時間考えてもね、うん、かなり20点以上差があったんです、ありましたからね。なんかアデド君の足元が燃えてますね。え、これどういうことですか、これどうですかね、これ調子がいいってことなんでしょうか、今乗ってるみたいなね、ああなるほどね、ゾーンに入ってる的な感じの表記かもしれません。さあ八村も入っています。エンドワン決まって10点差、さあ残り6分というところ、ボール早い、囲まれる、飛ばす、よし、押し込んでいきました。いやいいですね、はい、これがね、そうなんですよ、これがね、だんだんバックスも上がってきましたね、本当パーセンテージもそれなりになってきましたね、はい、そうですよね。ここは3を狙うが落ちるが、ミドルトン、うん、そうですよね、バックスって実はリバウンドチームなんでね、うん、そのあたりがこうどん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 今じわ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 来てますよね、はい、今のもオフェンスリバウンドからの得点ですからね。バグナー、八村スペースが悪い、うん、ちょっと狭いところになる、ボンガから八村、マースウォール、長いシュート、タフショット、ショットクロックバイオレーションになりました。守りましたバックスです、うん、リーグリーダーということで、リバウンド数が 15.2、うん、1位だというのがアデドクンボだそうです。やっぱそうですよね、こういう間にああいうのを入れてくるのかな、ね、そうですね、うん、あの実際の中継だったらパソコン見て言わなきゃいけない、そうですよね。さあアデドクンボが抜け出す、ここはファウルはない、伸ばすね、八村が守りました。
さあペイトンが速攻の3、リングに嫌われる。アルドクンボ、ブレッドソー、あー抜け出しました。ブレッドソーらしいプレーが出ました。一気に来ましたね、8点差、1桁の差にしました。バックス、八村、八村からバグナー、ウォール、スペースがある、うん、こうなるとボールです。このあたりはさすが。第1クォーターは8得点。アデドクンボ、さあミドルトンからブルックロペス、ロペス、さあブレッドソーにはボールがついている。ステップバックの3、落ちる。ボンガ、前半はとにかく、はい、わーいいですね、はい、フットバックですね。八村決めてまいりました。これワシントンの方はやっぱ2桁で終わっていきたいですよ ね、はい、うん、そうですね、こうなるとね。前半はね、アデドクンボに激しくいきました。八村です。八村がよくアデドクンボに対応しています。ロペスからミドルトン、ミドルトン、アデドクンボ、さあ八村が頑張る。八村押し返す、アデドクンボ、うん、入りますね、はい、フックショット決めます。すでに21点目、15分しか出て21点っていうのは効率がいいですよね、はい、うん、あここは決めてきました、ね、はい、ジョン・ウォール、なんとか2桁差、12点差。ブレッドソー、さあアルドクンボが近づいてこようというところ。さあポストアップだ、アルドクンボだ、粘る。八村跳ね返す。さあショットクロックが2秒切る、打たせました、うん、うん、八村が取りました。さあ八村がボールを持って持ってウォールに託す。八村が外で待っている。バグナー振り向きざま、ここは難しいシュートですが、ゲイリー・ペイトン2世、こういうとこよく、はい、拾ってますからね、いいですね、はい。残り2分半、ミドルトンから、さあここはミスマッチになる。押し込む、押し込む。ロペス、マシューズ、マシューズ、あーファールをしてしまいました。ファールか、バグナーです。まあそのファールのしやすさみたいなところもこれは何かデータが入ってるような気がします。寄っていけばファールになってますからね。なりますよね、ちょっとバグナーがね。ボーナスに入りました。ミルウォーキーバックスです。残り2分17秒。決めたいですけどね。はい、うん、まあ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 、落とさないですよね。そうですね。あ、イリアスは出てきましたね、はい。ここでまた3人が交代します。カナトン、マシューズ、そしてイリアソバです。そしてこちらウィザーズも変わります。ビール戻ります。うん、いいですね。トーマス・ブライアントも入ってきました。さあジョン・ウォールとブラッドリー・ビールが揃いました。スターターが戻ってきています。さあビール、うん、いいですね、非常にうまい体の使い方をしました。ブラッドリー・ビールです。さあまた押し返しました。ウィザーズ、このスターターは非常に強烈。ここもよく守って守ってますね、はい。マヒミが守る。ウォールからビール、さあ1対1、ここは無理にいかないか。ウォール、やはりウォールがいるとビールの負担が減るっていうのはいいですよね。相当減りますよね、はい。さあ八村、難しいシュート、カナトに守られました。ですからこの2人がいるウィザーズというのは非常に楽しみ。スリーは落ちる。サブのビール、コーナーにウォールがいます。ビールから中、ブライアント、ブライアント、エンドワン、
や来季にまたねブライアントも成長しそうですしね。そうですね、はい、このあたりが確立してくるとかなりまた変わるんですけどね、はい、そうですね。カイル・コーバーが今入ってきたように見えました。そうですね、コーバーとロビン・ロペスが入ります。さあそしてトロイ・ブラウン・ジュニアも入ってまいりました。またちょっと空いてきました ね、 これね。そうですね、16点差からエンドワンが決まりました。トーマス・ブライアント、さあ残り1分です。第2クォーター前半です。さあ1分をここで切りました。さあショットクロックも10秒を切る。ここはいいディフェンスになる。おいいですね、タフショット、うんうん、守りましたウィザーズ。さあ長いパスからビール、タイミングプレッシャーをかけるがここは抜けました。あいた、うん、うまく決めました。ガッツポーズのブラッドリー・ビール。さあまた押し返して点差を広げる。あ踏ん張りどこだったんですけど ね、 ね、バックスね。イリアソバ3、あーこの3がなかなか今日は来ていません。あんま良くないですね。そうですよね、トロイ・ブラウン・ジュニアからトーマス・ブライアント、逆に決まってくるトーマス・ブライアントの3。さあまた一気にこの点差22点差ちょっと動きが止まる。こういうシュートってブレッドソン入るようなイメージなんですけど、うん、わあここも決まりませんでした。いや大きな差をつけて、やはりスターターが戻るとまたね、うん、ちょっと違いますね、はい、まして20点以上の差をつけた前半ということになりました。充実感のあるようなリアクションああそしてインタビューもあるんですね。喋ってるという感じです。うん、この辺りも忠実に再現されています。さあ前半終わりましたけれども、だからなんかもうリアルすぎて、はい、まあ、あのウォールがね、うん、あの本当に入ってきたらこういうふうになるんじゃないかっていう、うん、なんかその楽しみみたいな部分がちょっと印象に残りましたね、はい、なんかね、はい、おうわあこういうスタジオ風景のシャックいますよ。アーニー・ジョーソン、ケニー・スミスですね。私初めて見ました。あちゃんとねダイジェストですね、うん、ダイジェスト、まあ、やっぱりこのねビールとゴールが揃っていったら時の負担軽減というのは2人ともありますからね、うん、あるし特にビールは今シーズンずっとポイントガードもやらないといけない、はい、しかも点も取らないと勝てないっていうような状況だったので、はい、この辺りがこうウォールが戻ってくるとそのボールハンドルをもうほぼウォール任していいので、うん、本当にあの点数を取りに行くっていうところに集中できると思うの で、 そうです、ね、相当楽に感じると思いますけどね、はい、それだけでもね。さあスタッツが出てますが、フィールドゴール 57% と 45% すごい57ってすごいですね。これ、まあ、勝手なことやってますね、やってますね。その辺りも忠実に再現しています。自由なシャックっていう感じですが、あとは何があるんでしょうか。あハーフタイム、ハーフタイムショー、うん、あこういうね、うわ、うん、こういうのもきっちりある。さあまもなく第3クォーターが始まります。非常にテンポよく、うん、はい、まあでも前半だけで21点、はい、さあ第3クォーターが始まります。さあ22点の差をつけてウィザーズリードしていますが、まあ、後半強いですからね、あのバックスはね後半強いので、はい、さあボールからブライアント、さあメンバーはスターターそのまま出ています。ウィザーズボール、トーマス・ブライアント、ショットクロック迫る、ビールが打つ、3が落ちました。さあバックス反撃です。アデド・クンボ中、マシューズ、あー決めたいところではありましたが、
ボンガ、ちょっとファンブルする。ボンガからトーマス・ブライアント、ここはあえてトーマス・ブライアントで行きますが、なんとかターンオーバーにはなりません。ボールがフォロー、残りショットクロックないですね、はい、やはりターンオーバーになりました。さあブレッドソー、さあ人数が足りない、アデトクンボと、ここはアデトクンボ、さすがですね、これは決めてまいりました。さあ20点差、なんとか詰めないといけないですから ね、うん、ね、なのでバックスはやっぱディフェンス頑張らないといけないですよね、はい、とりあえずさあここも守りました、はい、アデトクンボからブレッドソー、スリーそろそろ欲しいところ、スリーが来ないが、アデトクンボ飛び込んできました。リバウンドチームですから ね、 そうですね、はい、見事な飛び込みを見せました。トーマス・ブライアント、ビール、ビールがおおかわして、ここは個人技でいきますが、ロペス、ブルック・ロペス守る、さあマシューズから、マシューズ飛び込む、ミドルトン、ここはいいプレーになりました。バックスです、だんだんとこう、はい、今みたいなプレーがね、うん、こう続けてくるとバックスもかなりいい感じになると。そうですよね、はい、ビールからここも狭いところ潜り込む、さすが、さあ意地でねじ込んでまいりました。ブラッドリー・ビールも21点目、さあブレッドソー対ウォール、大きなスペースがある、ここはアデトクンボ、いいリズムですね、はい、アデトクンボです、押し込む、ジョン・ウォールが、ね、決めきれない。さあアデトクンボ火がついている。ブレッドソー、アデトクンボ早い攻めですが、ここは落ちる。さあビールが自分で一気に持っていくか、守ってますよ、うん、いい守り、バックス強度が上がってきました。ボールからちょっとボールが外を回るだけでなかなか、うん、このディフェンスいいですね、はい、入っていけない。ジョン・ウォール、ウォールが長いシュートが落ちる、またアデトクンボだ。さあここで前が空いている、あ、いた、マシューズ。さあこの第3クォーターの入りはバックスペースになっています。いい入りしましたから ね、 ね、はい、ビールから八村、久々にボールを持ちます。八村の中、うん、ここはよく見ていました。エンドワン、八村からボンガでした。さあここでメンバーが交代していきます。ここで八村とウォールが下がります。ベルターンスとイシュスミスを入れました。やりそうな、ね、やりそうな交代ですよね、はい、うお、さあアルドクンボがよく見ている。ヒル今日は好調、うわ、エンドワン、ガッツポーズ、アレド君もからよくボールを回しました。さあジョージヒルです、今のプレー、うん、よく決めましたねこれ ね、 さあ今日好調のジョージヒル、セカンドユニットではヒルが引っ張っています。彼をやっぱりそのジョージ・ヒルをセカンドユニットに置けることがね、うん、まあ、どういうふうにコミュニケーションを取ってしっかりとそのベンチスタートをこう、はい、なんですかね、受け入れさせたというのもね、うん、一つ手なんでしょうけど、スパーズ時代にブーデンホルゾーはあのヒルのことを見ているので、まあ、プレーオフなんかに行くとね、やっぱこういうジョージ・ヒルのような選手がね、まあ、そうですよね、もうどうしても時間が長くなりますからね、はい、うわー、ビール、ブラッドリー・ビールが叩き込んでいきました。
さあ追いつけそうで追いつけないバックス、押し返していきます。ジョージヒル飛ばす、アレトクンボ、この辺りは常に狙っています。13点差、タイムアウト、タイムアウト。さあリードをしています。この辺りの戻り方のね、そうかさあビハインドのバックスのこのベンチです。おー 94%、 さすがオールスター以降っていうなんか、ね、そうですよね、区切りもね、はい、ボンガからサイシスミスが入っています。ベルタンス、ビシュスミス、ボンガボンガ、ビール、ビールが得意の位置、ジャンパー決める、25点。アルトクンボが、ああ、タノバ、はい、奪いました。さあビール、ここはスピードでいくか、一気にいくか、狙っていく。いや、リングに嫌われる。ジョージヒル、ヒルが中、ミドルトン、ありました。エンドワン。ああ、しかもファールがありました。ファールが。チャレンジはどうなんでしょうかね、あるのかな、ちょっと調べてないんですけどね、あるかもしれませんね、でももしかするとね、そこまでね、はい、あの忠実にやってるということは、今ね、コンピューター同士やってますから、そうですね、どこの基準でそれを、まあ、やれないことはないでしょうかね、そうですね。さあミドルトンがエンドワンを決めました。5分経過。さあ今はウォールは いません、うん、イシュスミスが確率が落ちてき、うん、てます ね、はい、ウィザーズの方はね、ミドルトンからアデトクンボの速攻が決まる。さあじわじわとまた10点差、バックス反撃開始。ベルターンズ、ベルターンズ思い切り打ってほしいですけどね。そうですね。おお、あー落ちた。はファールになりました。スリーではなくドライブをするシーンが今日のゲームは目立つベルターンズです。だいたい10点差です。またファールをもらいました。ウィースローの間もね、もう正確ですよね。いやもう本当に正確ですよ、ね。このまあルーティーンも。そ、はい、うだ、家でこれ一回ねダウンロードして、はい、コンピューター同士で見てみようってずっと流してたら、本当に遠目で見たらね、リビングでこれがずっと流れてたら分かんないんですよ。分かんないですよね、これ。これだと分かんないですね。うん、そういう使い方をしてらっしゃる方も今いらっしゃるかもしれませんが。うん、うん、さあベルタンスが決めます。さあ逃げ切れるかどうかというウィザーズ、まあ、本当にありそうな展開ですよね。いやもう本当ですね、あの攻撃力は高いけれども、そうなんですよね、ディフェンスが課題のところで4クォーターで一気にね、いや崩れてしまうというね、特にバックスは後半第4クォーターがやっぱりいいですからね、うん、そうですよね。さあイシュスミス、おーボードを使いました。今シーズン、あー、これね、レーティングも出てます、はい、ディヴィンチェンゾ、ミドルトン、オープンになる。あ、ここは決めたきたかったところです。ビール、ブラッドリー、ビール、ビール、ちょっと体勢が崩れています。さあディヴィンチェンゾ、ディヴィンチェンゾ、よく対応する、守りましたね、はい、バグナーインサイドで対応。イシュスミス抜け出すが、いやジョージヒル、しかしベルターンス拾うがダメです。アルトクンボ、
アルドクンボ強い。そしてウィリアムズエンドワン、これは大きなプレーになりました。バックス反撃開始、粘ります。やはりこのあたりが強さがありますね。ありますね、はい、アルドクンボだけではないというところ。アルドクンボからボールをもらいました。さあ入ればまた一桁の差というところに詰め寄ってまいります。ミローキーバックス、この辺りも本当にね、本当のゲームさながらですね、はい、これはそうですね。なんかじわじわとは来てる感じはあるんですけどね、はい、うん、前半はなんとかそれでウィザーズがこう跳ね返したんですけど、後半その跳ね返す力がまだ残ってる感じですね、うん、なので2桁得点をこうとにかくキープしていきたいですよね。そうですよね。さあまだあるウィザーズ、ベルタンス対イリアソバ、ショットクロックも迫る。さあビール、ショットクロック時間がない、難しいシュート、粘りました。バックスのディフェンス、さあ9点差、ブラッドリービルは後半に今6点というところ、少しペースが落ちています。ディヴィンチェンゾ、セカンドユニット同士というところになっていますが、カナトン来ない。なんとかこの3が来ない分助かってはいますが、あのあたりがちょっと来だすと怖いですよね、はい、そうですね、はい、イシュスミス、ここもいいディフェンス、うん、中には入れさせない。守るスペースはあるが、イシュスミスがジャンパーが落ちるが、マヒンミ、さすがマヒンミのリバウンドです。さあなんとかまた2桁差にしていますが、そうですね、これをとにかく続けたいですね、はい、ですね、ウィザーズの方はね、ヒルからキックアウト、ウィリアムスが、あー3来ない。ワンタッチあって、どっちだどっちだ、最後はベルタンス、ウィザーズボールになりました。イシュスミス、トロイブラウンジュニア、ビール、激しいディフェンスが続く。ここもタフショットです、決めきれない。さあウィザーズの方もちょっと得点止まってまいりました。マックスは今ですけどね、はい、もうちょっと点数をね、うん、5点前後あたりぐらい、うわー、カナトン、カナトンが抜け出してダンクを叩き込んできました。さあ逆に流れをなんとか止めたいウィザーズ。ビール、ビールがブロックします。3人に囲まれて、最後はイリアソバか、そしてディヴィンチェンゾ、決まっ、あー、オープン3、完全にワイドオープンでしょうね。サイシスミス、ジョージヒルがいいディフェンスを続ける。残りまもなく2分半、ビール、ちょっとビールが自由に動けていない、ちょっと動きが止まっている。ショットクロック残りまた1秒でタフショットです。ビールがちょっとやられてますね。 うまく対応されています。カナトンからヒル、ちょっとスペースが悪いですね、はい、イリアソバ逆サイドに振る。イシュスミスがついていく。ディヴィンチェンゾ、なかなかバックスの方は3が来ません。9点差、逆にビールが、さすがです、いいですね、ブラッドリー・ビールが決めてまいりました。ホームでは素晴らしい成績を残しています。ここでバックスタイムアウト、攻めきれそうでね、攻めきれてないんでね、なので一遍タイムアウト、一度タイムアウトを取って、はい、もう一回ちょっと気持ちをリセットしていこうということだと思うんですけど、はい、衣装を変えてます、変えてますね、はい、八村選手入ってきたんじゃないですかね、スターバックスは一気にね、メンバーを変えてまいりましたが、カナトン、八村とジョン・ウォールも入りました。
ロペス。ちょっと残り3秒。カナトン。難しいシュート。トレイ・ブラウン・ジュニア。ジョン・ウォール。決まりました。ジョン・ウォールのスリーポイント。大事なところでは来ますよね。これは大きなスリーになりました。これは大きいですね。14点差。カナトン、カナトンよく守る。トロイ・ブラウン・ジュニア、シューター打たせない。ブレッドソー、ジョン・ウォールがつく。ちょっと長いシュートですが、いやさすがです。あ、後半あだいぶ違ってますね、フィールドゴールパーセンテージ、ね、そうですよね。ウォールからビール、もちょっと狭いところ、インサイド、マヒンミ、マヒンミ、マヒンミ対ロペス、ロペスブロック、ロペス粘りました。ブレッドソー、ブレッドソーが決めきれない。ウォールのいいディフェンス。さあウォールからマヒンミ空いている、抜け出す、ファールです。なかなか簡単にはシュートまで行かせないですね、はい、バックスも ね。3クォーターの終わり、なんとか粘りを見せているバックス、そして押し返そうというウィザーズ。マヒンミのフリースロールーティン完璧です。完璧ですよね驚くほど完璧ですよ、これは。外すのもなんか似てます。似てますよね、これ。外し方もね。さあ、3人が変わります。あ、ロペス兄弟入れてます。はい、入れてますね。はい、またリバウンド強化。そうですよね。いや、こういう選手交代もね。いや、もうやりそうですからね。きっちりしますね。おお。やはりそれが功を奏して、きっちり。リバウンドを取って、ブレッドソー。ブレッドソー。押し返す。しかしブレッドソー、いやまだある。キックアウト、マシューズ、マシューズ、ビールが守る。コーバーからブレッドソー、決まりました。ここで大事なスリーポイント決まりました。さあ9点差、ここで第3クォーターが終わりました。9点差に最後スリーポイントで詰め寄ってまいりました、ミルウォーキーバックスです。いけそうで追いつけないんですよね、はい、そうですね。さあ最終クォーターです。アシストオブザゲーム出ますよね。出ますね、こういうのもね。八村選手への、はいはい、ウォールからですよね。さあ最終クォーターです。さあ一桁差にしたという流れ、続けられるかバックス。